はい、今日のお給食です。今日はなんとね、修了式でしたね。みんな1年間楽しく過ごせたみたいですね。さあ、ということで今日は修了式なのでね、ちょっとね、豪華な給食に、いつも美味しいんですけど、特別メニューかな。今日は五目ご飯、すまし汁、そして赤魚の漬け焼き、それから天ぷら盛り合わせ、デザートがじゃん、いちごのフルーツになります。それではいただきます。何から食べようかなって迷っちゃいますよね、こんなにいっぱいあって。とりあえずお汁いただきます。おいしい。お出汁がいい感じ。白菜と椎茸がねたっぷり入ってて美味しい。はい、五目ご飯。大好き、美味しい。ごぼうとか椎茸、人参、油揚げ、鶏肉なんかがいっぱい入ってますね。おいしい。お魚つけ焼きっていうことなんですけど、お醤油かな。いいね。いいね、だって。ほんのり、お醤油の香りが。美味しいです。いい香り。よいしょ。美味しい。お魚の身がね、柔らかくて美味しいです。さあ、今日は天ぷら、おろしも入れて、よいしょ。つゆにね、つけて食べたいと思います。何から食べようかな。はい、ナスの天ぷらね。サクサクあ、こっちか。おいしい。はい、今度これはかぼちゃです。甘い。かぼちゃ甘いですね。美味しい。今日はね、修了式だったので、午前中で帰ってしまったお友達もいるんですけど、お預かりでね、残っているお友達は今日はこのメニューを食べてるんです。年長さんの中でも今日はね、昨日卒園式だったので、今日はお預かりとして来てくれてるお友達もいますね。で、その中でね、給食頼んでる子は同じメニューを
いただいています。うん、おいしい、幸せね。いつもね、あの本当にバランスが良くて、本当に品数もいっぱいあって、普段からとても豪華な給食なんですけど、今日はなんか特にうん、お、おいしい。これはししとうですかね。うん、うん、ほろ苦くて美味しい。うん、ね、なんかの春はね、苦味なんて言いますけどね、あのこういう青物のお野菜とかが、菜の花とかね、美味しい季節ですよね。うん、なんとなくやっぱりエビ天最後にしちゃった、うん、うん、好きなものは後から食べる派はい、うん、ね、今日のお魚は皮までいけそう、食べちゃおう。美味しい、うん、本当にあのお醤油の香りがいい香り、うん、うん、うん、よいしょ、うん、うん、うん、でね、この優しいこのすまし汁がほっとしますよね。うん、よいしょ、じゃん、エビの天ぷら、うん、本当にサクサクです、うん、うん、
はい。さあ、じゃあ待ちに待ったデザート、プルプルよいしょ。はい、ちゃんとスプーン持ってきましたよ。はい、いただきます。いちごのフルーチェですね。春らしくていいですね。うん、うん、はあ、なんかちっちゃい容器に見えたけど結構たっぷり入ってますねよいしょ。うん、うん、よくカラカラしてね子供たちにカラカラして食べなさいって言ってますからね。自分もカラカラして食べます。うん、はい、ということで美味しかった大盛りの給食。はい、今日もご飯も、お汁も、はい、いっぱいあったおかずも、デザートも、きれいに完食してしまいました。美味しかったはい、ごちそうさまでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ、動画への高評価、そしてチャンネル登録、よろしくお願いします。